質問いただきました。2週間ぐらい前から左腕を上に上げようとすると肩と腕の付け根が痛くなりました。一回整骨院で見てもらったら左肩が右肩より前に出ていると言われました。という場合の左肩の腕の付け根が上に上げようとすると痛くなる場合の解消方法をご紹介したいと思います。はい、まず左肩が上に上げると痛い、腕の肩の付け根この辺ですね、三角筋が痛くなる、こういう場合の解消方法です。上に上げようとすると痛いのでこういう動きにします。両手を前に出して右と左をシンクロナイズとするように頭も同じようにねじっていきます。パチンコのハンドルをこうねじるように、そして顔もねじれていきます。ここで30秒キープします。足を注目してください。足と足の間に右膝が来るように、足と足の真ん中に右膝が来るように、手は横の足の上、こんな感じになります。30秒したら戻る。反対側もいきます。そしたらこっちの方がやりやすいかもしれないですね。こっちに入れてる方が、ゆっくり戻します。